はいどうも、皆さんこんばんは、モティです。さあ、ということでやっていきましょう。マリオパーティー100ミニゲームコレクションパート3。いきましょう。なぞってくれよん。なぞってくれよんって4だっけ ?5 だっけ ?4、4、4、5、4、4、4、4、4、4、4。やったことある。やったことある。で、ちゃんと画面を見ることにします。はい。画面見ながらやります。よろしくお願いします。まあ、なぞってきゃいいんですね、このミニゲームね。すっ。で、これで、まあ、うまくなぞれてるかどうかで得点を競うっていう、まあ、いわゆるマリオパーティーにオーソドックスにあるやつ。ですね。で、あんまり前倒しすぎるとそれはそれなんで、あ、こういうことになるんで、ちゃんとしっかりね、辿った方がいいですね。これ負けたくね、これ。あ、大丈夫。あ、全然余裕だわ。勝ちました。余裕かよ。95点。え、弱っ。ちょちょ待って、嘘ちょ、下手だった。あれあれ、割と得意な方だったんだけどな、これ。負け、あんまいいや。しゃあないわ。スライドパッドだしね、みたいなね。まあ、そういうね、操作感のね、こう違いをまた楽しんでいくのがこのゲームいいとこなんじゃないかな、みたいな。パラパラブックもやりましたね。4ですね。4が続きますね。パラパラブックはこれ4の時の CM に出てきて結構有名だったんで、覚えてる方もいるんじゃないかな、みたいな思います。ページの穴に逃げ込め。まあ、上のあれを見つつ、穴開いてそうなところに逃げ込むんですね。1回目はここですね。はい。こう3つですね。3つしかない。え、ちょっと待って、1発目大丈夫。2つ目は丸ですね。基本的にあれですね、広そうなところに行くのが一番ベストオブベストですね。3つ目、はい、やば、ここに来よう。奥ね、奥ちょっと難しいんで、あと月ちょっと嫌なんで、基本月はあんまり入りたくないですね。はい。あー、行くね。これ結構友達とやる。押すなよ。あ、行くね。やば、ちょっと待って、普通に強いじゃん。普通に強いんだけど、足だ。動けなかった。悪いじ、普通に動けなかった。オーケー。これあれですよね。なんかハードモードとかでやりたいですよね。難易度調整したかったなって思うんですけど、コンピューターの。ね、コンピューターの難易度調整できればさ、ちょっと割と歯応えがありそうな、なんか単純にミニゲーム紹介みたいになっちゃってるような気がしなくない。なんだこれ。10だね、Wii U なんで。はい、ポーズ。はい、ポーズ。何ですか?あ?移動、ジャンプ、ライバルを押す、ジャンプ中にヒップドロップ。シャッターのタイミングに台に乗って写真に写れ。はぁー、あー、なんか実況者の蹴落とし合いみたいなね、やつですね。なるほどね。まあ、要は、マーリオ、むずくね?はい。勝った。いけた?え、なにその、点数って、は?え?なにそれ?え?え?え、なにそれ?知らん?え、知らんそんな!は?採点方法先に言えや、おい!なに?どういうこと?え、ポーズ決めてたか決めてないか、乗ってたか乗ってないか。え、なにそれ?知らんな。知らないんだけど。やった!おめでたくねえ!このタイミングで出てくんだよ。なんだよ、それ。繋げてブロック。やったぜ。な、知らん。これ?これ8点なの?え、もう全然わかんない。全然わかんないんだけど。全然わかんないんだけど、これは何?とりあえず前向いてるのが点数高いのと、多分真ん中にいるのが点数高いのと、ポーズ、止まってる状態が、得点高いのか、わかんねえわ、もう。あー、まあいいや、次行きましょう。来た。俺の得意レース来ましたね。55木馬はマジで強かったですよ、僕。見ててください。3ですよね。はい。これね、コツがいるんですよ。これ、連打しすぎるとダメなんで、連打しすぎちゃダメですね。うまーくゲージを見ててください。人参ゲージをギリギリ、0.5 ぐらいで、0.5 ぐらいで維持するの。トゥ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 ン。トゥ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 。早すぎる!トゥ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 。で、普通の人参取ると加速ができます。あ、てか、連打、いつ。どれだけでやってもいいモードになる。トゥ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 ー、無理。はい。もうね。なんかタイミング違くね?タイミング微妙に違くねえか。なんか両方ともバット取っちゃったんですけど。まあ早すぎるとこうなるよみたいな。ね。まあコンピューターが弱すぎたんでどうにかなったんですけど。うん。なんかな。結構ほんとギリギリなタイミングで消えるか消えないか。ちなみに5個全部消えちゃうと、その場でスピンしちゃうんで、ギリギリに消えるか消えないかみたいなタイミングで、
やっていくと、確かね、加速両方取れたはずなんだよな、3の時は。うん、3の時はね。まあ今は3じゃないからね。次。見つけよ巨大キノコ。あー、懐かしい。あ、これ入ってんだ。こんなあんま人気なかったでしょ、3。ね。人気なんか、これ運ゲーなんです、ちなみに。デカキノコを取って体当たりしてライバルを落とすですね。で、デカキノコ取られちゃったら、どうにかするしかない。で、こう、デカキノコどこにあるかは運ゲーです。はい。やばい！マジ！あ、死んだ！死んだ！これはうまく避ける。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 うおー、マジかよ。取られたらどんまいね。来た。ふん！影をよく見て。いきます。はい、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 ピーチ、ピーチ、ピーチ、余裕かよー。まあ、あんまり、あれですね。これは、実力ゲーっていうよりは、キノコゲーなんで、キノコがちゃんと出るかどうかゲーで、キノコ出したやつの勝ちなんで、基本は。それだけのゲーム。あんま実力とか関係ないね、みたいな。そんな感じですね。なんかちょっと3は、あれですね。ドスンパズルとか出てこないのかな？なんだこれ。連続ジグソーパズル。Wii。Wii 8、9。9っぽくない？わかんない。なんだこれは。あ？あのさ、Wii のやつだけ8か9か。なんなんだろう。正しいピースを選んではめろ。うん。やるわ。どうする？トゥ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 ルトゥトゥルトゥ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 ルトゥトゥルトゥ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 違った。トゥルトゥトゥトゥ、あ、違った。トゥトゥトゥ、これ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 。こんな歯生えてねえよ、テレちゃん。テレちゃんこんな歯生えてねえよ。違った、マジか。トゥ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 。これ早い人めっちゃ早いだろうな。いや、マジむず。トゥトゥトゥ、あ、わかったわかった。めっちゃ早い人早いでしょ。あ、でも結構ギリだったんだな、やっぱり。早い人クソ早いでしょ、これ多分。ね。絶対うまいよね。まあ、とりあえず1位取れたけど、多分この点差だと遅いんだろうな。15秒台とか出るんだろうね。パッ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 つって。なるほどね。いや、楽しいですね。オッケー。とりあえずこのセクションはどうにか突破しましたね。ポーズ以外。ハイポーズ以外は、いきましたね。オッケー。なんだこれは。クボちゃんです。久々です。パート2つぶりです。ガーうわー、再びワーワイド登場になれた。このミニゲームで楽しむがいい。クッパちゃんミニゲームって、あークッパ100年層うわこれ1の時にもね、似たようなのあったんですけど、2からクッパ面のミニゲームになったんですよね。クッパの、まあ、要は顔いじれっていう、マリオ64のオープニング画面のクッパバージョンですね。はい。よく見ましょう。はい。痩せた。痩せた。クッパちゃん痩せた。これでも難しくない？これどうやるんだ？まず、こういうこと？こうやって、こうして、こうして、鼻ちょっと上げて、眉毛こうして、眉毛こうして、もうちょっと伸ばした方がいいな、眉毛。眉毛こうして、眉毛こうして、来たでしょ。ちょっともうちょっと下。神！ 100 点！余裕かよ！ 100 点！余裕かよ！なんで95なの？なんで？どこ？どこが？何が違うのね？ 5 点どこ限定したか教えろや、マジで、おい。おい、ふざけんなよ。クッパ100面相ってちなみに、あれ逆でしたっけ？僕今言ったの。なんか今、ちょっと言ってて不安になったんですけど、1がクッパ100面相で、2がマリオとかの顔でしたっけ？バトルミニゲーム。あ、そっちだったかもしんない。ごめん。ちょっと記憶違いだったかもしんない。もし、そうだったらそうだよってコメントお願いします。誰か、僕と同い年ぐらいの人、ちょっとよかったら、コメントお願いします。はい。ヒヤヒヤしましたね。さすがヨシンさん。本当ですよね。なんか発言の方にヒヤヒヤしましたよね。おい、まだ続けるんですか？行きますよ。どんどん行きますよ。どんどん行きますよ。ステージの区切りごととかそんなこと関係ないですからね。扉見えますが、取れないみたいですね。あれ？あ、ここはこっちと掘れるの？まず土管を目指して進んでいきましょう。あ、来た来た。いい加減50当てようぜ。せーの！なんでねなんでこっち。扉開きませんでした。まずは土管に行きましょう。はい。上行く、下行く。まあ、下行くかな。はい。ああぴょんぴょんバトルだ。わぴょんぴょんバトル。はい。お、ぴょんぴょんバトルでも結構苦手だったんだよな。3ですね。あ、強いが入りましたね。悪い字も強いでしたね。これまあ、見ての通り、ぴょんぴょん跳ねながら、今、くるくるくるってジャンプしましたけど、それで、ライバルをぶつけて落とすってやつですね。これね、結構難しいんですよ。ぴょーん、ぴょーん、ぴょーん、ぴゅん、くる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 、くるくる攻撃が出ない。
くるくる攻撃出ない。あ、ジャンプ中に B か、 B か、 B、 B か。はい、あ、いや、これむず、ちょっと待って、こんなむずく、あ、やばい、ちょ待って、イエーイちょ、マジで本気でやっちゃったわ。まあ、中央ゲーなんでね。中央でどれだけ高くジャンプしてくるくるを当てられるかゲーなんで、基本的には。まあ、中央取ったやつの勝ちっすね。ひたすらね。あとはタイミングよく押すしかないっすね。でもちょっと運ゲー感ありますよね。友達とやってると。うん。はい、また超絶。はい、また超絶。はい、次。あん？パニックボックス。あ、やったことない、これ。悪いじ。お前だけ強いのは何なんだ、お前は。わー、ワイルウィーディー。あー、吸い込まれた。やった、俺の勝ちだ、やった。あ、違うの。何これ。あ、俺、動かすの？本体を傾けて、トゲゾーに当てる。ほう。傾けて当てる。あ、これはでも、いけんじゃね？本体傾けたらいいんでしょ？こうでしょ？まあ、まず。あ。あ、本体の傾け方結構ね、がっつりやらないとですね。あ、いた。あーあとはハサミ打ちするだけだ。20秒に、20秒間耐えられるかな。ああ、ゾウだ。怖いだろう。怖いだろう。わあ、怖いだろう。ほら、どうだ。ああ、怖いだろう。ああ、やばい。逃げられた。ああ、やばい。強い。ちょ、待って、強い。ルイジ強い。わあ、ルイ、わあ、わあ、わあ、ルイジ強い。ちょ、待って。はあ、いや、そ、危ねえ。危ねえ。ちょっと右下の画面なんで、ちょっとちっちゃいかもしれないんで、これは、編集でどうにか覚えてたら、やっときますね。危ねえ、結構ギリだったんだけど。意外とね、がっつり傾けないといけなかったんで。ちょっとあれですね。ゲーム実況してる人間としてはヒヤヒヤですね、別の意味でね。オッケー。じゃ次。どういう回り方していけばいいんだろう、これ。3枚選んでに勝手に進んじゃったっていきますか。はい。あ、ピーチマリオ強い。あ、だんだん強いのが出てきましたね。いいですね。はい。なんだこれは。セブン。うん。ほう、セブンで。なんだ。大きい数字のカードを選べ。は？ポーカーみたいな感じ？何？どうすんの？どうすんの？うん、うん、うん？だってそんな、わかんないじゃん、何か。あ、9、神！え、神、神なの？わかんない。わかんない。え、わかんない、俺。え、13とかの？あ、1、ゴミ。本当にお前強いのか、おい。これさ、強いとか弱いとか関係なくね？ 5 は、まあ、真ん中ですね。え、もう、勝ちでしょ、こんなの。勝ちでしょ。何？あ、さ、あ、もう勝ちでしょ。みんな奇数ですね。全部奇数ですね。あ、ピーチ。あ、今度ちっちゃい順から選ぶんですね。あ、なるほど。これはいいですね。ルール。あ、まだ全然俺に届いてないですよ。なんだ？大丈夫か？あ、大丈夫か？おい、ヒゲのおっさん大丈夫か？おい、ヒゲのおっさん。お、勝てる。おい、大丈夫か？もうマリパンセブンだからって、なんだ揃えるゲームじゃねえぞ。おい、2か？デイジー2か？ 2 か？うわ、まず、ちょ、マジ、それマジ。でも低いのだいぶ抜かれたから。え、じゃ、13。これだ。あ、カミーカミー。余裕だぜ。あ、もうブラックジャックだったら降りてますね。もう本当に強いのか、おい。強い二人が弱いぞ。強い。でも銃な届かない。さあ、いくつだ。お前はいくつを出すんだ。勝てるとでも思ってるのか。7、あー、2以上。1、2、3、4、5、6、7、8と11、勝ちじゃん。8と、どっち引いても勝ちじゃん。やった、こっち。はい。イェーイ !33。この記録は、あれだろ、強えだろ、これ。これ多分、歴代マリパセブンやってきて、相当やり込んでる人間でも、33はなかなか引けないでしょ、これ。最高36だもんね。これ相当強行なのでは。オッケー、じゃあ右側行きましょうか。はい。なんだこれは。リールを回せ。あー、これ 6？ やったことあるような、ないような。6だね。なんかね、うっすらとね、子供の頃に記憶があった。同じ絵のお手本と同じ絵に揃えろ。え、あー、で、A と B で揃えていく。はぁ、あ、なるほど。リールを動かすんですね。これは、難しい。え、のこのこ揃ってるよ。あ、じゃなくて。どうすんの俺、絵柄わかんないよ。あ、連打マジ。ここ。はい、ごめんなさい。遅かったです。すいません。ロゼさん。ちょ、この間動かさない。俺さ、絵柄がどういう順番に並んでるかわかんないんだもん、だって。はい。早く。オッケー。人が選んでる時みたいな。あ、早くしろ早く、オッケー怖俺も子供の時こんな感じで友達に言ってたのかな、俺。2対2のゲームとかで。早くしろおい怖えな。いや、でもそれなりに友達は多かったですよ。マリパできる友達ぐらいはいましたからね。子供の頃、小中学生ぐらいまでは。次。狙え点数カード。わかんない。
これでも狙い系のカードは俺ちょっと怖いんですけど。何したらいいの？何したの？カーソル動かして撃つ。はい。5枚撃って高得点を狙え。これは得点が出てくれるんですか？超難しそうですね。あ、こういう感じ？どこに何が出てくるかわかんないんだけど。2倍。あ、ちょっと待って。え、なんか、楕円、あ、間違えた。楕円軌道を描く。え、ちょっと待って、どうしよう。え、どうしよう。30。え、ちょっと待って。0倍多い。0倍多い。え、どうなった？え、ちょっと待って、終わった。俺、弾打ち終わった。え、ちょっと待って。え、長くない？え、長くない？そんな長いの？え、は？あ、ずるい。ちょ、待ってよ。え、そんな長いんだったら長いって先に言えよ、おい。え、てか、無限か。あ、待ってりゃいいのか、いくらでも。はぁ、先言えや、おい。あ、しかも2倍一番最初、計算方法も先、はぁ計算方法先言えや、マジで。ふざけんなよ、マジで。普通にさ、50×2 倍ゲーじゃないの？あ、0倍になっちゃった。あ、まあ、勝ちましたけどね。余裕か？まあね。こんなんだって 50×2×2×2×2 で待ってたら勝ちじゃん。無限だし、しか。こんなんあれでしょ、友達とやったら勝負つかないでしょ、こんなん。いや、わかんないけど。次。磨いてワンワン。違う！ワンワンを磨くのか。何をしたいんだ？タッチペン。スポンジ先輩。あ、ポンジ先輩じゃん、ポンジ先輩。ポンジ先輩。ちょ、ポンジ先輩に挨拶しないと。こんなとこでポンジ先輩に会うとは。え、スポンジで擦る。ワンワン擦ればいいの？いや、オッケー。やるわ。うおー。早っ。早く。うおー。どんどん早く。動け、早く動け。うおー。早く動いて。はい、動いて、うおー。早く動いて、早く、ラスト。うおー。はい。はい。嬉しそうだな、お前な。そっか。そんなに光り輝いて嬉しいか。ああ、よかった。ワンワンはあんまりいい思い出がないからな。だいたいいつも噛まれたり、噛まれなかったり、なんか抜けられたり抜けられなかったり、いろいろあるからな。よかったぜ。これでワンワンと友達になれましたから、今後のマリオ生活も安泰ですね。オッケー、次。マイクでフーフー。セブンですね。マイクでフーフー。これ、あれなんだな。やっぱ Wii の頃はさ、Wii のゲームわかるだろみたいな、そんな感じなんですかね。風船を割らないように空気、あ、じゃあ、なんで読んでた今読んでたのに。読んでたのに。何どうしたらいいのこれ。え、これ、爆弾でしょ。え、どのタイミングで爆発すんの、わかんない。ここで。わかんない。だって大きさわかんないもん。大きさわかんないもん。だって。もっと入れろ。もっと。めっちゃ入れるやん。お前らだけなんかルール知ってる感ずるいんだけど。容量掴んでる感ずるいんだけど。え、ちょ、待って。え、ちょ、待って。マジ、まだ。やばい。死ぬ。ざまー。あ、これは入れ放題ですよね、多分ね。大丈夫だよね。あ、お前ら全部入れる。よし。ほら、2回入れたらアウトじゃん、ほら。な、ファインプレイじゃん、俺。2回入れたらアウトだったんだが。もうなんで1回しか入れないんだよ、つまんねえとか思ってたやつ、割れたぞ。ざまみやがれ、お前。おい、ざまみやがれ。あ。うわあれだろう。モッティだから割れそうだよな。1回だとしてもモッティだから割れそうだよ。あ。やだー。イエス。もう絶対1回正解じゃん。もう戦略もクソもねえじゃんだって、こんなの。もう一回でいいじゃん。もう。完全に何回も吹くやつバカじゃん、このゲーム。何これ。次。あ！これはね、めっちゃ得意でした。まあ、超絶連打ゲーなんで、もう友達にマジで負けなかったんですけど、3DS なんでどうかなって感じですね。もぐもぐビッグピザ3ですね。はい。連打でビッグピザを食べろ。これ、サラミの部分がちょっと硬いので、しっかり連打しましょうですね。あと、食べ残しを、残しちゃうと、後でめんどくさいことになるんで。いやー、ちょっと頑張る。ちょっと 3DS 壊れるかもしんないけど頑張るわ。で、ちゃんとうまーく。これダメだな。どうしよう。どうしよう。連打ね、調子にくいわ。調子にくい。うおー。
あ、これ食い残しよう、食い残しを食わない。邪魔邪魔邪魔。ほら、友達とやると絶対大体完食。あ、そこ、これほぼ完食でしょ。ほぼ完食でしょ、多分。ロゼちゃんがね、ちょっとね、小食なんで。まあ、ちょっとここの辺は、食いしん坊スーパードラゴンがどうにかしないといけないんでね。はい。さすがの3ですね。3だけは負ける気がしねえ。マジで一人でどこまでもやってたからね。次、コロコロペッタン。これは6か7ですね。やったことないと思います、多分。嘘、5? マジで?あ、じゃあ、やったことない、ガチで。え、知らない。え、なにこれ?潰されないように逃げろ。はぁ?あ、あ、くるくる回ってくるのを俺が逃げてく感じ?え、ちょ、待って。トゥ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 。ちょ、マリオがここ、ちょ。ほら、おい、マリオこっち来いよ、おい、マリオこっち来いよ、おい。おい、マリオこっち来いよ、おい。やばい、二人来た。いやペルペルサペルサマルチビターバイエーイ。これ絶対さ、友達とやったらさ、ボコボコになるやつじゃん。これ初めてやった記憶、あんまやったことないような気がするんですけどね。ちょっと記憶がない。確かにあの、ナンバリングを重ねれば重ねるほどやってないので、僕は。なんて言ってたら、結構いい時間帯になっちゃってたんですけど、大丈夫ですか?ああ、マイルさんもミニゲームの出前にしに来たようですね。デュエルのゲームで勝負です。勝つまで先に進めまして。じゃあ次回のパートでお会いしましょう。モッティでした。動画最後までご視聴いただきましてありがとうございました。ぜひチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いいたします。さあ、いよいよ明日夜8時半からは、モッティの1年に一番最後の生放送、大納会2017、やっていきたいと思います。皆さんぜひお酒の準備を、あ、未成年はね、カルピス飲んでくださいね。はい、あの1年総決算しますんで、お楽しみに、あったかくして寝ろよ。